はい。みなさんこんにちは。村長です。またまた来ましたね。シンセサイダー V バージョン1.8です。とっても素敵なアップデートになりました。おかげさまで僕のシンセサイダー V の初心者入門動画がですね、1万数千の閲覧になっていまして、みなさんにはとっても活用していただいているということでありがたく思っています。 この動画もまた何かの参考になりましたらと思っています。今もう僕の方はバージョン1.8のあえて今日はですね、プラグインバージョンじゃなくってスタンドアロンバージョンを立ち上げています。できることというのは基本同じですので、プロバージョンをお持ちの方はプラグインで使うというのも一つだと思うんですが、新機能を 説明したたいいいいとと思思ってまますすののでで今日はこの感じでいきたいと思いますアップデートされる方はアップデート用の動画というのも以前にも作ってありますのでそちらも概要欄に貼っておきますので見てください基本的にはこの右側のメニューですねこのメニューのところの雲のマーク下から2つ目をこう押すとですね ライセンスととアップデートというのになりますここがこの1.8じゃない方はアップデートの確認というこのボタンを押しますとアップデートがありますというような旨の緑色のマークが出ますのでその方はこの下にありますアップデートというのでアップデートしてくださいただしですね環境によりましては AHS のサイトから ダウンロードをしないとうまくいかない方もおられるようです。その時はですね、この AHS のマイページにログインしていただきます。ここでログインを押しますと、マイページホームというのになっています。この辺も前よりずいぶん見やすくなっていますね。いつ頃からこのような画面になったのか、僕も少し見ていなかったので分かりませんが、 製品を買ったけど、ここに登録してない方は、この一番上の青いボタンですね、購入した製品を新たに登録するというところから、ちゃんと登録をしておくとですね、アップデートなんかのお知らせ、もしくはここにアップデートのデータがありますので、ここを見てください。そして、ずっと下がりまして、このスタジオプロというのがあります。 ここでこの青いボタンを押しますとアップデータのダウンロードということで11月10日ですね機能ですかここにアップデートされています AI マイのセットアップファイルをダウンロードできます通常は歌声を購入するとなると約1万円ぐらいの費用がかかりますのでぜひともこのマイの歌声もダウンロードして使ってください そうしまして、ここに s y n t h e s i e r V Pro アップデータ。まあ、ベータ版というふうにはなっておりますけれども、ここからダウンロードをすることができます。ベータとなっているということは、近いうちにもう一度ですね、正式版が出るんではないかなと思いますが、ここでこのダウンロードをするというのをしていただいて、アップデートをするというふうにしないと、 自動でならならいい方もいます僕も生徒さんなんかにやってみたところですねいろんな方がおられましたのでこちらのこともご案内しておきますそうしまして無事にアップデートができたとします今回は MIDI のキーボードが使えるようになりました僕もこのように MIDI のキーボードをつないでいます つないであるキーボードを選択する方法というのは、この右側のメニューの設定のアイコンをこのように開きます。そして、オーディオの中に MIDI デバイスというのがあります。ここでつないでいるキーボードを選択します。僕の場合は IRIG Keys というのを使っていますので、これを選択することになります。 これで音が鳴るかちょっと鳴らしてみましょう。はい。これでキーボードが繋がっていることが確認できると思います。次はトラックに歌声をセッティングします。初心者の方で案外多い質問というのはここなんですね。このトラックに 歌声を入れていなくって音符だけ入れたんだけど歌わないという方がおられますこの一つ目のトラックのところで歌声を選択しないといけません今回は両 AI を選択しますそうしまして今まではどうしていたかと言いましたらこのところに鉛筆マークがありますここですねこの鉛筆マークにしましてそして 表示というところからピアノロールのクオンタイズを、まあ、入れやすいメモリに合わせまして、例えば8分音符を選びます。ちょっと見にくいですけれども、ピアノロールのグリッドがこのように大きくなりました。このようにしまして、例えばドレミと入力してみます。このように入力してたわけですね。そうしましたら、ここで 再生をします。ちょっとやってみましょう。ラーラーラーはい。このように音が鳴ります。はじめはラーラーラーで歌を歌いました。ちょっと最後の音伸ばしておきます。これをここで文字入力をしていきます。文字入力をするのはですね、このように選択などをしまして、Ctrl-L とと、いう,ふうに押しまますす。ここでで入力ができます今はラーラーラーになっていますけれどもこれを一旦消しましてどれみとでも打ってみましょうはいこのように打てましたねそして1文字ずつに区切るというチェックがありますのでここにチェックを入れますそして確定をします はい。このように入力ができましたね。これで再生をしてみます。ゾレミー歌います。これが今までの音符入力です。もちろん DAW などで MIDI のファイルを書き出して読み込むこともできます。それはファイルメニューから読み込みというのがありまして、こちらの方から MIDI のファイルを読み込むことができます。今回の新しい機能としましては、この入力を MIDI キーボードで入力ができるということになります。ちょっとやってみましょう。一旦データを消します。そして設定のメニューのところにですね、リアルタイム入力という項目が今回増えました。そこでリアルタイム入力の リアル入力の時のみメトロノームを有効化というのにチェックが入っているか確認してください。そして録音をしていくことになります。ピアノロールの方をクリックしますと今までと違って録音ボタンがつきました。これでやっていくことになります。一旦戻します。そして録音をします。メトロノームのオンとオフは ここにあります。このボタンですね。このボタンでメトロノームのオンオフをできます。これで弾いてみましょう。はい。確定をします。そうしましたら、 DAW でいうところのクオンタイズにちゃんとなりました。スタートもこの2小節目からになっています。ちょっと聞いてみましょう。はい。このように、ここででもミディキーボードを使えるようになったことはとっても便利ですね。 例えば今の場合オクターブ低いぐらいになってしまいましたのでオクターブの低い時はこのように選択をしまして、まあ、メニューから言えば修正のところで1オクターブ上げるというのを選択してもいいですしショートカットではコントロール U ですちょっと上げてみましょうはい これでもう一度ラいてみます。いい感じですね今先ほどの設定でですね再生するときにはメトロノームを鳴らさない設定にしてありますこのチェックを入れてあるか入れてないかですねですからこちらのボタンがメトロノームがオンになっていても 今メトロノームは鳴りませんでしたがこのチェックを外しますとメトロノームがいつも鳴るようになりますこのように仕上がってくるまではメトロノームがあった方が正確に入力できているかというのがわかりやすいですので 僕の場合はこれの方がいいなと感じました。これで MIDI 鍵盤入力、いわゆるリアルタイム入力と言っていますが、その部分はお分かりいただけましたでしょうか。はい。では次はですね、せっかく無料でいただけた m y のデータをダウンロードするやり方を説明します。AHS さんの MI ページの ホームに行ってください。そうしましたら、このようにシンセサイダー V プロですね。こういうページがあります。最初にも言いましたように、もちろんシリアル番号の登録などは済ませておいてください。そして利用可能なアップデータというところに行きますと、このシンセサイダー v a i マイのセットアップファイルというのがあります。これをダウンロードします。 このようにしまして保存をしますとダウンロードができます。しばらくお待ちください。まあだいたい30秒前後ぐらい。インターネットが遅い環境でも約1分ぐらいでダウンロードができると思います。はい。ダウンロードが済みました。僕の場合はダウンロードホルダーにダウンロードをしましたが、my installer v100 svpk というファイルがこ,こ,にできていますこの状態でダブルクリックをしてインストールをしてくださいはいそうしましたらこのような画面が出てきますのでここで次へというのを押してくださいもう一度データベースの保存先を聞かれますので次へを押しますこれでここに マイというデーータベースができました。一応アップデートがないか確認しておきましょうはいありませんねそうしましたら画面が半雑になっていますのでこのライセンスとアップデートは消します。せっかくダウンロードしてみたので歌声を「リオから「マイに変えてみましょうどんなのかちょっと鳴らしてみましょう いいですねなかなか優しい歌声ですねはいちょっと分かりやすいようにテキストを入れてみましょうあなたが好きだというのにしてみましょうコントロール L あなたが好きだと打ちました。これで鳴らしてみます。ちょっとテストのために。オクターブを上げておきます。このぐらいなら、どうでしょうか。はい。 このぐらいまでならちょっとファルセットっぽくっていいのではないでしょうか。このぐらいの最高音までなら大丈夫だと感じました。念のためにもう一つあるかりの歌声もテストしておきます。あなたが好きだ。はい。 一つですね、歌声が入って、そして仮に比べてちょっと優しい目の声ですので、これはとっても利用範囲が大きいと思います。前の方も皆さん可愛がって使ってあげてください。そして今回のもう一つの目玉である日本語と英語混じりの歌を音符単位で指定できるようになったのもとってもいいと思います。 じゃあ、例えば、あなた2に変えまして、1文字だけ変えるときって、こうやってダブルクリックしまして、2と打ち込みます。はい。これで1文字なら修正もできます。ここに、I love you と打ってみます。 はい、今このように I love you と打ちました I love you の英語を打てましたらもしウィンドウが出ていない方はこの音符マークのウィンドウでノートプロパティというのを出してくださいこのところにですね以下の言語で歌うというのがありますここでこの英語の部分を選択しましてここで英語というふうに選択をします 前の方は日本語このようになっていますね。これで歌わしてみたいと思います。いい感じですね。ちょっとオクターブを下げてテストしてみましょう。コントロール d でダウンします。 はい、ちょっと前の方でもテストしてみましょうはい好みの問題もあると思いますが低い方は前の方がより自然に歌ったような気がしましたやはり後発で出てきた歌声ですので よりそういうところも研究されて開発されたんではないでしょうか。ぜひとも無料で使えるこのイも可愛がってあげてください。今日は新機能の具体的な使い方についてお話ししました。それ以外の機能につきましては、僕の方でも動画も上げていますし、 たくさんの YouTuber の方が解説もしておられますのでそちらの方を参考にしてくださいまた概要欄に貼っておきます今回の1.8.0というバージョンはですね新しい AI 技術の DPM という技術を使って新しくグレードアップされましたとっても自然になったと思います 今日は使い方ですので、こういう短い部分だけを入力しましたけれども、皆さんの方で一曲がっつりですね、使ってみていただいて、新しい1.8の実力を存分に試してみてください。今日はありがとうございました。村長スタジオでした。またねー。